今日はですね、雑穀米とですね、思わず舌鼓に味香りっていう、ちょっと変わった、ふりかけ佃煮なんでしょう、これです。これを今日かけて食べます。あ、いいです。うん、非常に美味しい香りがします。早速かけていきます。贅沢にいっちゃいますね。こんな感じです。ではいただきます。鰹の香りがします。いただきます。非常に甘みを感じる、そんな相性ですよね。美味しいです。星3つ。はい、今日はこちらの大変美味しい雑穀米でしたね、豊穣、こちらと、思わず舌鼓、味香り一緒に食べました。非常に相性が良くてですね、雑穀米の香りと佃煮のほんのり、した、しょっぱさというんですかね、非常に相性が良かったと思います。ぜひ試してみてください。ありがとうございます。